1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 です。結構ボリューミーな、うん、すごいな。しかもね、見てこのミスドといえばのオサムグッズ。あ、そういうことか、うん、食べます。やば、めっちゃテンション上がる。こう見て、穴越しのチャンピオン。いいよ。いただきます。うんうんうん、うまい、うん、うまっ。やばい、糖分がもう体に染みる。あんま聞いたことない表現。行き渡る。糖分で決まれる、マジ。ポンデってうまいよ。まっ、ミスドといえばポンデじゃない、うん、でもさ、私らがさ、ミスドを知った時にはさ、まだポンデなかったよね。なかったよね、完全に。小学生ぐらいの時に突如として現れたよね。ポンデはマジで止まらん。この玉何個いける自信ある？軽く200はいける。軽く200いけるよ、ね、女性平均200じゃない。さつまいもどの、どっちか行こう、スイートポテト。へぇ、うん、うまい、うん、めっちゃスイートポテト。ゴールデンチョコうまいけどさ、うん、死ぬほど落ちるよね。何かわからんけど、めっちゃうまい粉なんなんやろな、この。確かに。ね、この粉多分さ、依存物質入ってるね。なるほど。コカかも、確かに。次、さつまいもどの、なんだっけこれ、大学芋？うん。でもなんか、今さっきのスイートポテトのやつと土台は一緒っぽい。土台はマジで同じで、うん、大学芋の蜜がつきましたって感じ。美味しい美味しい美味しいけど、土台がマジ普通。土台が、なんかコンデっぽいやん、この感じ。うん。でもね、コンデでは全然ない。コンデのもちもち感というよりかは、次じゃあちょっとハロウィン行ってみます。うん、うまい。サクサクじゃん。うん、うま。うまい。これ、一番多分甘い、この中で。マジ？うん。めっちゃ甘い。甘っ。うん。次、オールドファッション。定番じゃね？シンプルにして最高峰じゃない？これ。うん。食べる前からうまいもん。それはない。うん、うまい。結局、一番おいしい。の、ミスドワンツースリーってむずくね？私は5位まででいい？いや、多いな。第5位。ポンデリング。おー、なるほど。いや、外せん、さすがに。まあね。うん。ポンデ買わんかったことなんかない、まず。無意識にさ、入れてない？うん。第4位。ハニーチロ。ハニーチロは、うん、ミスドにしかなくない？まあ。他ある？いや、見た。ないよね。まあ、チュロス屋さんとかはあるかもしれんけど。うん。第3位、エンゼルクリーム。ホイップクリーム入っとって、くどいやんって思うじゃん。うん、だってドーナツで、周りに砂糖もついとって、中生クリームみたいな。確かに。いや、無理無理って思うけど、な、うん、何でかわからんけど、一瞬で食べれる。意外と甘すぎない？意外と甘すぎ。これは思ったよりさっぱりしてると思う。さっぱりではないけど。さっぱりではないよ。でもさっぱりかな、うん。フルーツゼリーぐらいの感覚で。いや、ないよ。感覚よ、感覚。これ個人差あるよ、そりゃ。熱の時でもつるっといける。いけないよ。ぶち切れるよ、俺熱の時つるってきた。第2位がオールドファッション。なるほど。うん。よくわからんけどさ、うん、ミスドのさ、ドーナツ第1号これじゃない？あ、でもザ・ドーナツよ。ね。第1位は、うん、ハニーディップ。こっちか。こんなさ、素朴なドーナツないんよ。そのまま食べても美味しいけど、うん、チンしたらめっちゃうまいよね。そうなんだ。じゃあ、あとからやりますけど。あ、そうなんだ。うん。毎年さ、さつまいものとか出るじゃん。うん、でもやっぱ定番は、定番たるゆえんがある、絶対。うん、うん。え、ちょっと食べます。エンゼルクリーム食べます。はい。これもうふわふわよ、正直。ふわふわすぎてゼロカロリーやもん、これは。うまい。
美味しいでしょ。うまっ。一番ブラックコーヒーと合うんじゃない。うん、うん、ああ合いそう、うん、確かに。箸休めのチゲです。しかもハロウィン仕様なんで、はんぺんのお化け。いいじゃん、かわいくね。うん、うまっ。しょっぱみがいい。リセットされるね、口の中が。それすごい。次はチュロスですね。まあ、どこはかとなくもちもちしてる。どこはかとなくっていう言葉ある、本当に。なんか聞いてるようで聞いてないな、その言葉。なんかありそうでない接続詞じゃない。あるよ。ある、うん、どこはかとなく。どこはかとない。どこがと明示することはできないが、うん、全体的にある傾向を感じる様。そういうことか。どこと明示することはできないけど、うん、全体的にもちもちした傾向にある。あ、そうね。昨日から本当に食欲が止まらん。一昨日か、うん、生理前って本当にバカになるのか、胃が、うん、信じられんぐらい無限にいける。生理前でバカになった胃と酒でバカになった胃は、うん、本当に底なし沼。はい、ということで、お口直しの目玉焼きです。口が甘い時のしょっぱいものが一番うまい。月一でさ、やっぱ来るわけじゃん、生理って。うん、生理痛あったりさ、人によってはイライラしたりさ、涙出てきたりさ、月一でそんだけしんどいことが来る分さ、月一で自分を甘やかしてもさ、完全に許される。まあ確かに。正直何やってもいいと思ってる。軽い万引きぐらいなら許されるよ。許される、うん、それだけは許される。ブラックサンダーぐらいなら許される。ダメだ、生理前よ、だって物によらない。生理前は本当に何しても許されるんで、うん、ということで温めてきました。これやばくね、めっちゃふわふわないよね。いただきます。うまっ。マジでうまい。これやばい。ドーナツから一気にスイーツに変わるって感じ。うまー、うん、これはマジでテイクアウトだからなせる技ですね。お店でもチンしてくれるんかな。フォークとナイフで食べてもいいかもね。一流スイーツやな、もう。おい、生理前の本当に自分の体って自分では理解できん。それこんだけ甘いもの食べたらもうちょっといいわってなるのに、絶対普段だったらマジ無限にいける。気持ち悪くもなるし、あとなんか生理前って本当に何もする気起きないじゃないですか。行動力をなんか吸い取られた代わりに食欲を与えられたみたいな。もう太る悪循環すぎて、まあもう無抵抗ですけど、抗わないですけど、マジで本当に、あいえー焦げた、焦げた、爪に焦げた、やばい。まあ食べまーす。いただきます。熱いよね、絶対。いただきます。うまいけど、うまいけどチョコにはたどり着かん。香ばしい。さすが焦げとるだけあって、焦げ、完全に焦げてますね、これ。香ばしいにも程がある。うんうんうん、うまい、やばい、うま。私もともと結構イラな性格で、ちょっとしたことでこうイラッとして、昨日もなんか生理痛でお腹痛いのに食べたいものがある、でそれをコンビニに買いに行こうとしたら、おじがなかなかゲームやめんくって、結局2時間ぐらい待って、ゲームキリのいいところでやめてくれたらいいじゃんみたいな感じで、すっごいイライラして、で30分ぐらいあっちの部屋に引きこもってたんですけど、なんかどこまでが本当にこう生理前のイライラで、どこまでがその自分の性格としてのイライラ、普段通りのイライラ、全てのイライラを生理前で片付けていいものかっていう。うん、なんか、うん、これ定番なんかな。定番でもおかしくないぐらい美味しいけど、なんか冬季限定って思ったら、期間限定って思ったら、その間にめっちゃ食べとかんとって思いません？なんかなくなるって思ったら、腹の中に貯蔵しとこう精神が湧いてきて、うーん、うまっ、うまっ、うまっ、ラスイチー、うーん、
ごちそうさまでした。3000カロリー。そう思ってね。おもろいぜ。